JA 新潟中央会と各連合会は要望で、生産資材や飼料価格の高止まりが続く中で農業経営を続けるための支援を求めました。また異常な高温の中でも高品質な米を安定して生産できるよう対応を求めています。これが高温がね、毎年こう、状態すると大変なわけでありますので、できるだけ早くですか、今のコシヒカリの高温対策、ね、高温に耐えられる品種ですか、また開発していただきたいというお願いをいたしましたし、花角知事は要望に応えられるように引き続き改良を行っていきたいと答えました。